や。そうか、友達に会いました。友達に会ったので、ご機嫌です。それ。はい。休日、ソル君の散歩。今日は黒のキャップに、はい、76艦隊の T シャツ。スニーカーも上が赤なんで、赤と黒と白に合わせて、こう黄色とここの黄、グリーンか蛍光色合わせてのベルトも今日は赤にしました。赤ベルトにしました。赤ベルト、はい、赤キャップでもいいかと思うけど、こんな感じです。どうするか、ソル君最近甘えん坊、それ。Yeah。 はい。今日も七味を二つ入れます。して。して紅生姜。青ネギを持ってくんの忘れました。けんちゃん豆腐です、はい、今日もけんちゃん豆腐、よし、はい、今日も豆腐マシマシで食べます。久しぶりになんかスナットって感じがするけど、はい、いただきます。うん、うん、爽やか、うまい。買うのも
ピアノはもう国産だけど油でコーティングされてるような感じの味はするような気がするけど、果たしてどうなんでしょうか。今日の豚汁はほとんど豚が入ってなくて、いつもよりもあの獣、動物臭さが少ない気がします。久しぶりのネギのない納豆食べたけど、ネギがないだけで何かいつもより納豆の味がダイレクトで伝わってくる感じがします。食べました。満足、今日も満足です。準備するか。ごちそうさまでした。北海道のお菓子、納豆松屋、白鳥の松屋で食べました。やっぱネギはあった方が
美味しいかな。うん。ということで、準備をしたいと思います。それでは今日も気をつけて、日曜日なんだけど、トラックは少ないけど自動車多いんで気をつけて走りたいと思います。それではまた。